久保さん、なかなか難しいお話、いい話だったんじゃないでしょうか。まあね、あの、意志は、な、何かね、その、なんだろうな、うーん、その、よく人間の意思あるじゃないですか。僕は物体にも意志があると思うんですよね。物体。要は、人間が作ったもの、その作った意志が物体にも行くみたいな。だから、愛車っていうキーワード、愛車っていう言葉をなんで作ったのかっていうと、車を愛している。 要は、鉄の塊に対して愛があるんですよ。っていう意志があるっていうね。だから人間っていうのは、何人でも意志をこう、同期できるというか、うん、ですかねうん。ちょっと難しいですけど、エネルギーを、その、なんだろうな、こう、分け与えれるというか、 何すかねまあ、言葉でちょっとうまく表現できないですけど、まあ、パワーとかエネルギーとか気とか意志とか、まあ、周波数とか、なんかよくわかんないですけど、とりあえずどういう表現がいいのかわかんないですけど、まあ、とりあえず、なんかうつ、映、映映せるというかね。でもそれは目に見えないし、わかんないんだけども、でもその、なんだろうな。まあ、うん。わかんないですね。言葉でどう伝えていいかわかんないんで。 うん、だけど、すべてのものに、なんか、こう、つながっているというか、つ、つながれるし、つながっているし、う、えーん、なんすかね。だから意思、意、うん、なんて言ったらいいのかなね。これ難しいですね、久保さんね。<laughs> うん。でも、愛車っていう言葉が僕は、まあ、まあ、わかりやすいんじゃないかなと。うん、旗から見ると、鉄の物体ですからね。うん。 だけど、なんかね、これはね、愛車精神がある人しかちょっと分かんないと思うんですけど、愛車、愛、その、車が守ってくれたみたいな捉え方ができるようになるんですよ。で、僕も、実際にその、まあに、20万キロ以上ね、GTR 乗ってた、まあ、大事に乗ってきたんですけど、何度もね、事故りそうになったこともあるんだけど、もう死んでないんですよね、結構、なんか、 守られてるな、こいつなんか守ってくれたな、みたいな。なんか、そう、あの200、200キロくらいで走ってる時に、バ、タイヤバーストしたこともあるし、あとは高速道路、ね、直線でブワーって走ってる時にタイヤ吹っ飛んでブワーっていったとこもあるし、それもなんもなんなかったんですよ。無傷ですし。うん。だからなんか、まあ他にも色々あるんですけどね。なんか、まあ走った距離が僕は長いので、他の人よりね。 一台の車でまず20万キロ以上走る人ってあんまいないんですよ。あんまいないですね。20万を走る人は。うん。だからすごくそれはなんかね、あの、僕が持ってるんではなく、なんか捉え方ですよね。愛車っていうその、なんだろうな、捉え方をしてる人は車が守ってくれたんじゃないかな、みたいな。なんかそういう意味付けというかそういう捉え方ができるっていう。でもその捉え方っていうのは僕はすごく素敵だと思うんですよね。素敵な捉え方だなって。 でも、旗から見ると、いや、ただ、ただ、ただラッキーだったんでしょうとか、いや、お前がついてるんだよとか、車関係ないでしょとか言う人もいるかもしれないですけど、な、うんだろうな、そういう気持ちがあると、この人に守ってくれたんだなっていう捉え方が意味付けができる。つまり、それは、うん、まあ、なんだ、うん、久保さんが言う、その、何ですか意思というか、まあ、そういうのが乗り移ってるというかね、そういうのが反動してるというかね。これね、本当ね、あれだと思いますよ。 単純に、なんだ物を粗末にする人と物を大切にする人、多分、どっちが豊かというか幸せというか、なんかその、工事、なんだろうな、なるかっていうと、多分ですよ、物を粗末にする人より、物を大切に使う人の方が、確率の、これは確率の問題ですけども、多分、いい人生を送れると思いますね。うん。それはなんかその、自分の意志というか、なんかそういうのがの、の そう、うまく分かんないですけどね。<laughs> 言葉でちょっと説明できないですけど、はい。感覚のお話でした。いってらっしゃい。